いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回結構すごいですよ。何かと言いますと、アーキキャド内で一つあるものを作ったとしますよね。オブジェクトであったり何でもいいですけど、まあ、何かを作ったとします。そのオブジェクトを他のファイルに送る方法っていうのを解説していきたいと思います。今まで多分1個作ったら、また新しいファイルでもしやるんだったら、もうそこでもう一回作り直すっていう風な感じでやっていたと思うんですけども、今回はそのまま送る方法っていうのがありますので、そちらを詳しく解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、アーキキャドの方やってきたんですけども、毎度なじみも見飽きたであろう、この道の駅ですね。まあ、こちらでやっていきたいと思います。で、今回ですけども、先ほどはあるオブジェクトであったりとかいうお話をさせていただいたんですけども、別にそのオブジェクトだけっていうわけでもなくてですね、何でも全てを持っていくことができます。まあ、でも、今回はとりあえず一旦これを持っていきます。で、どうやって持っていくのか、早速本題なんですけども、まずこれ持っていきたいものをクリックしてください。クリック。で、例えば今これ全部持っていきたいとするじゃないですか。全部持っていきたければ、全部何も押さずに、ファイル押してください。1個だけだったらこれですよ。押した状態ですね。行って、名前をつけて保存をしてください。で、名前をつけて保存ですね。これ、この普段、この PLN ファイルでになってると思うんですけども、これじゃなくてですね、IFC ファイル。この IFC ファイルに書いてください。で、まあ、名前がオブにして、道の駅のとこに置いて、よし、OK。これで保存をします。はい、これで保存されましたね。で、この状態でですね、次、持っていきたい。アーキキャドの PLN ファイルを開けてください。はい、これ指導用でちょっと何個かあるんですけども、まあ、ここにファンズワーセントなりに僕の道の駅を持っていきたいとします。その時はですね、もう一度ファイルを押していただいて、次は相互運用線っていうところを押します。で、今注意点なんですけども、相互運用線の今結合を押したいんですけども、今 3D を開いてますよね。3D を開いてたら、この結合が押せないです。なので、ちゃんと平面の方に行っていただいてですね、この状態で相互運用性からの結合を押してください。で、結合をしたら、この先ほど保存しましたよね、この道の駅のところのこれ DWG じゃなくしに IFC ファイルっていうのを押したら、はい、先ほどの OBU 保存したやつ出てきました。これを押します。で、開くで押しますと、埋め込みライブラリ、これで OK です。 OK としましたら、こんな感じで今出てきますね。元の位置にするのか、カスタムのか。まあ、それぞれいろいろありますけども、これまあ置いておいて、このまま OK をします。はい、こんな感じで、今よく見たらですね、見てください。ありますよね。3D 見てみましょう。はい、先ほどインポートしようとして持っていった AFC ファイルにして持ってきたこいつがあります。はい、こんな感じでね、作ったオブジェを他のファイルに入れることができるんですけども、ちょっと見てくださいね。これクリックして、あれ動かせない。クリックし、あれ動かせない。そうなんです。これ動かせない時もあります。これね、まあ僕が前やった時は動かせたんですけども、これ今回動かせないので、これなんでかと言いますと、これレイヤーがロックされてるんですね。で、そのレイヤーのロックの解除の仕方はどうするかと言いますと、これまず押したらですね、ここシェル IFC モデルで、ここ、なんか1万とかシェル IFC になってますよね。こいつはこう、今クリックしてるんでね、これなんですけど、これ見てください。ここが、鍵マークついちゃってるじゃないですか。だからこれ固定されてるんです。この固定を外すには、ドキュメントのレイヤーからですね、このレイヤーもう一回押しまして、ここから先ほどのこれを、はい、クリックしてあげますって、OK しますと、はい、好きなところに置くことができると。そんな感じで、好きにまた編集をすることができるようになりました。はい、こんな感じですね。はい、どうでしょうか。この僕の作ったシェルとファンズワース製のコラボですね。いかがですかね。これできたら結構便利ですよね。結構使える場面あると思いますので、皆さんもぜひこれ使ってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。どうですか、あのやつ。まあ、結構使えるというか、まあ、いつも結構使えるって言っちゃってるんですけども、これ多分ほんまにめっちゃ使えると思うんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。で、最後にですね、この道の駅、僕の道の駅とファンズワースで全部をね、融合させたやつも一旦ちょっと撮ってますので、おまけといてはなんですけど、それもちょっと見ていってください。またね、なんか撮ってほしい動画とかありましたら、どんどんコメント欄で教えていてください。まだちょっと言われてるものを実現できてないのあるんですけども、まあそちらを撮りつつも、どんどん撮っていきたいなと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで今回は以上になります。ありがとうございます。
道の駅を入れてみたら、なんか間違えて変なとこ入れて思ったけど、これはこれでなんか良さげやから、あり、なんか案に使えそう。以上。